まずお金がなくていつも汚い格好してたのと、あといつも上向いて歩いてたって言うんだよ。こうやって反り返ってちょっと憧れちゃったんだよね。この暴走旅行が結構無茶だっていう話で、もう8ヶ月ですよこの人、心中しようとしてたんじゃないかとかね。あと松本清張、あの推理小説家の松本清張は、はい、なんとかこいつを流産させようと、流産させようとしたんじゃないか説は松本清張は言ってるよ。さてさて、青木しげるね、はい、このまあ海の幸でもう大評判を得て見たもののお金はなかなか儲からず、はい、国からお姉さんと弟が出てきちゃった上に彼女に子供ができちゃって、はい、さあ大変となってたんだけど、最終的には彼女のお父さんの援助を得て彼女の実家の、まあ、栃木県の水橋村で住むとこもできて、お金の援助も受けてアトリエもあって、で子供も育ってっていう感じで、この渾身の力作「わだつみの井戸この宮」、青木しげるが得意とする神話を題材とした構想画の大作を仕上げて、その1907年3月東京府勧業博覧会の、まあ、海外コンテストでもう一等もらったねという感じで提出しに行ったっきり、なぜか二度と帰ってこなくなっちゃったと、はい、それはなぜかという話から今回始まるわけですけども、はい、これはだから3月にその博覧会が始まって展示されるんですよ、はい、当然まあ審査は通って入選して展示される、うん、3ヶ月後にその賞を発表しますみたいな、展示されるやいないこれやっぱり大評判になるわけですよ、うん、あの海の幸も絶賛した神原有明ももう涙出るぐらいの大絶賛してるし、新聞やなんかもすごいのまた出したぞみたいになってるし、夏目漱石もすごくこれ絶賛してて、この2年後になるんだけども、それからっていう小説書くんだけども、そのそれからの中でもこれ称賛してるんだよね。漱石って面白いじゃん、絵のあれがさミレーのオフィリアを風流な土左衛門がこれの描写も面白くて、いつかの展覧会で青木という人が海の底に立っている背の高い女を描いた漱石の感想は海の底に立っている背の高い女確かに確かに多くの出品のうちであれだけが良い気持ちにできていると思ったと、だから全部の作品の中でこれだけがいいっていうぐらい漱石は評価してるんですよ。でもう青木しげるもでしょみたいな感じですよ。で新聞の取材も受けて、で新聞にこの先生の今度のこれはどういうあれですかみたいな聞かれてさ、自作解説みたいなのを書いてんだよね。それ見るとエドワード・バン・ジョーンズとかね、あのフランス象徴主義のピリス・ド・シャバンヌとかグスタブ・モローの影響をね受けた作品だとね言う人がいるだろうがね、それは望むところであるみたいな私はそういう影響を全部吸収した上でね青木しげるの世界をね消化させとるんだよみたいな、もう自信満々なんですよ。で自信満々すぎちゃって、なんだか分かんないけど6月頃突如としてこの人キリスト教の洗礼を受けるんだよね。これわけわかんないんだよ。千駄ヶ谷のあのセブンスデーアドベンチスト教会で突如洗礼を受けてんだよ。前回あれした旧約聖書物語の挿絵描いたでしょ、その影響かとか、単にもうこれみんなに評判でそう状態だったのかとか、なんだかわかんないけどとにかく洗礼を受けてるんだよ、唐突に。もうそのぐらいも なんだかわかんないけど絶好調だったんだけど、ところが7月の6日ついにこの博覧会の賞を発表されました。いや俺でしょうと、一等俺でしょうって言ったんだけど、なんと3等末席、1等2等3等って一番下のここにいるんだよ。三等主席が坂本半次郎、これはショックなんですよ、ショックだったんだけど、この時のこの東京府勧業博覧会の美術コンテストが実は大荒れに荒れたんですよ、審査員が
黒田清輝派、白馬会派が多いと。実際結果は白馬会派が優遇されてると言うんで、太平洋画会派の会員は全員受賞拒否。坂本半次郎も太平洋画会入ってたから、三等主席の坂本半次郎受賞拒否なんだよ。で、北村司会っていう彫刻家に至っては展示してる作品をその場で壊したっていうぐらい大荒れに荒れたですよ。青木しげるは受賞拒否はしなかったんですよ。なんだけど秋になってから同人誌みたいなあの美術誌にものすごい勢いで黒田清輝批判の文章を書くんだよ。この人の文章特徴あって、書いてるうちにどんどんエスカレートしていくっていう、そういうタイプの人いるでしょ。夜なんか書いてると最初はさ、いろいろ事情もあってのことだろうみたいな感じしてるけど、書いてるうちにだんだん花が立ってくるらしくて、もう最後の方になるとさ、もう馬に雑言なんだよ。だけどこの人はずっとさ、黒田清輝からさ応援してもらえてたわけじゃない。この時もさ、青木しげるはさ白馬会にも太平洋画会にも入ってないんだよ。だけど一応三等末席には入ってるわけだよ。だから多分優遇したつもりなんだろうよ、黒田派としては。だからそれボロクソに書かれちゃったことで黒田清輝の支持も失っちゃうことになるんだよね。で、ここからもう事態が急変するんですよ。これが三等末席になった5日後の7月の11日に、世話してくれてた彼女の種のお父さんに手紙を書いてるんですよ。で、この手紙が全く意味がわからないんですよ。まず離婚したことを発表してほしい、隠さないで発表してほしいって書いてあるんだよ。まあ、そもそも入籍してねえじゃんみたいな、だし離婚したのみたいな、あんなラブラブで去ってたじゃんみたいな、離婚したのと、何発表してくれって何なのみたいな。それで息子幸彦もお願いしますと、養育費は今は払えませんと。それで国に帰ってね、実家の面倒を見ないといけませんのでね、実家の方が落ち着いたらね引き取るに行きますんでよろしくお願いしますみたいな手紙出してんだよ。何これ、あんだけ幸せだったはずなのに妻子捨てる気満々なんですよ。どうしたんだと思う。あれね、おかしくなっちゃったんですか、あの糸が取れなくてその説もあるんだよ、とか、もうやっぱりいつまでも妻のね実家の世話になっているからこんなことになるんだみたいな。何でしょう、この人はあの絵画のアレクサンダー大王になるって言ってた人だから、アレクサンダー大王が妻の実家の世話になっとっちゃいかんだろうみたいな。あと、まあ当然水橋村の方では、あとそろそろ入籍しましょうよと、あとそろそろ子供認知しましょうよが出てるわけですよ。で、それが重荷だったんじゃないかとか、いろいろ言われてるんですけどもね、なんかピンとこないなとずっと思ってたんだよ。そしたらこのね、中島道夫さんっていう人が書いた青木しげると絵の中の女っていう本があるんですよ。この中島さんなんかライターさんみたいなんだけど、でこの人はやっぱりそこにずっと疑問を持ってると。今までのね、青木しげるの伝記っていうのはね、全部男が書いてると、女性目線じゃないとわからない何かがあるんじゃないかっていうことで調査を始めるんだよ。それでその福田種の実の弟がまだ生きてて、その人に取材をしたの。そうしたらその弟が、まあ、ミノルさんっていう人らしいんだけども、姉のね福田種からね、青木しげるの洗礼式に立ち会ったっていう話を聞いたことがあるってわけ。つうことは洗礼受けてたら、あの上京して調子に乗ってる頃じゃない、で水橋村で別れた後に種出てきてるんだと、会ってるぞと、そこで、そこで何話があったんじゃないかと、この中島さんの推測では、これは種の方から別れてくれが出たんじゃないかと言うんですよ。そうすると全てにおいて合点がいくが出るわけですよ。というのは、別れるのはいいからもう息子の面倒見てくださいと
いう話なんじゃないかと。後に青木茂は種のことをボロクソに書いてるんだよ。学校を出たばかりの24の我をもてあそんだ女って言って、いやどっちがもてあそんだんだみたいな感じじゃん。で何これみたいな話なんだよ。いやあんたが捨てたんじゃないのみたいなあれなんだけど、これも種の方から分かれてくださいが出たんだとしたら合点がいくと、もしかしたらそうなんじゃないかなって、こうその説ある程度説得力あるなとは思うんですけどね。なんせほらもう生活力はゼロの人じゃないですか。あんた実家のお姉さんと弟さんどうするのなんてさ、どうにかなるだろうみたいなさ、そんな人でしょ。でにあのいつ入籍してくれるんですかみたいな、そんなものは必要なかろうみたいな。ダメだこやが出たと思うんだよ。この中島さん曰く、もうこれは女性としてはね、ダメだこりゃが出ると。で上京してあれしてみたら3頭になる前だから、もう調子に乗りまくってると。で私に何も言わないで洗礼とか受けちゃってるよこの人みたいな、何これみたいな。俺は男だから分かんないんだけど、やっぱ子供生まれると女の人って強いじゃないですか。この子守んなきゃいけないが出るから、これダメだが出たと思う、出たとしても不思議はないんだよね。だもしかしたらそうだったんじゃなかろうかという話なんですけども、いずれにせよ別れると同時にもう青木茂の人生急転直下なんだよ。1ヶ月後の8月にはお父さん既得の電報が来て、まあ、帰ったらもう間に合わなくてお父さん亡くなってるんだよ。でまたあの後片付けしなきゃいけないでしょ。なんだけどこれで九州に帰って二度とも東京に戻らないんだよ。これまた不思議なんだよ。それで九州の方からほらあの坂本半次郎とか森田恒友とか友達に頼んで、今度あの文展が始まるんですよ、もあの文部省の展覧会ね、それの第1回文展に出品してくれって言って、昔書いた女の顔っつうのがあったじゃろうってあれ出してくれって言って、これとかを出品するんですよ。種ですよ完全に。なんだけど文展落選するんですよ。でちょうどこの文展が開かれる、これ10月に開かれるんだけど、直前に例のあの興奮して書いた黒田清輝批判の長文が雑誌に載ってるんだよね。入選しても良さそうな絵なんだけど落選なんですよ。で以後青木茂中央画壇から完全に抹殺されるんですよ。困ったっつってしょうがないから肖像画描いて食ってくんですよ。だけどねもう力がないですよ。うまいけど力がほら秀夫のお金持ちの奥さんなんですけどね、この辺、もう手とか投げやりだもん。1908年に、大きな仕事もらうんですよ。地元の裕福な作り酒屋さんがいて、そこにうちの大広間にあのちょっとでっかいやつ描いてくれやって、 1.2m×2m 青木茂最大の大作を依頼されるんですよ。描いたのがこれなんだよ。漁夫晩期っていうか、やっぱりあの漁を終えて夕方に帰っていく漁師たちっていうんで、テーマとしては同じなんだけど、これと比べるとやっぱりどうですか、ちょっと悪いです、普通な感じがして、力ないよね。こっちの方が全然でかいんだよ、 1.2m×2m なんだけど、やっぱり普通、まあ凡庸な絵ですよ。もう燃え尽きたのみたいな感じなんですよ青木茂。それで第2回文展にね出そうと思った作品がこれなんですよ。修正、秋の声と書いて修正という作品なんですけどね、もうこれもなんかね力ないんだよね。でしかもこの作品その第2回文展に間に合わないんだよ。その次の年の第3回文展に出すんだけど、これも当然落選するんだよ。どうした青木茂っていう感じの絵なんですよ。これを書いた頃の1908年の11月には
家族と完全にぶつかって、お姉さんとか弟たちが何してくれたと、とほったらかして女と逃げたじゃなかねえみたいな。でお母さんもそれは全然許してなくて、あんた金稼ぐ金稼ぐって言うとるけどね、全然絵売れんじゃなかねえみたいな。だったらわしゃ知らんって言って家を出ちゃうんですよ。で普通はさ上京するだろう、しないんだよ。これがまた謎なんだよ。上京しないで九州各地の知り合いを訪ね歩いてふらふら住んで佐賀と天草あたりをもう人んち頼って居候ですよ。で佐賀ではあのかつて中学校の頃に絵を習った森三好のが中学の、か小学校かな、やっぱ美術の先生やってるんだよ。そこのうちにずっと居候して、森三好もびっくりなんだよ。あのうちの画塾から出たね英才二人のうちね、まあ、半次郎をしのぶと呼ばれとった茂がね、こんななって帰ってきちょるよみたいな。これがその森三好の二人の娘を描いた、まあ、作品、まあ、そんなには悪くないんだけど、これは、だけどこれが展示されたのが地元の中学校で開催した小学校図画工作展に参考出品なんだよ。かつて中央の画壇であれだけいろんな賞を取った男が地方の小学校の子供の絵と一緒に並べられるっていう、そんな状態なんですよ。でちょうどその頃からゴホゴホオが出るんですよ。活血が始まるんですよ。やっぱり結核にかかってたらね、なのにもう酒ばっかり飲んでるからどん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 悪くなっていく。でもうこの九州時代サイコッペ的な作品って言われてるのが、まあ、この温泉っていうこの作品なんだよね。なんか頑張って取り戻そうとしてる感じはすごく伝わってくるんだけど、もうこれに至って発表する場すらないんだよ。運転送っても落選するの分かってるし、九州で発表する場もないんだよね。本当この人分かんないなと思うのが、だから結局金になるのって唯一肖像画なわけだよ。それで軍人さん木下大っていう人らしいんだけど、こういう肖像画描くんだけど、これをさ納入するときに箱に入れて納入してんのね。でその箱にもさいろいろなんかさ飾りの模様を描いてるんだよ、自分で。これなんだけど、ここにさちょっと読みにくいんだけど、青木図アートスタジオ東京って書いてあるんだよ。東京で勉強してきた江中先生らしいみたいな。それにしちゃ汚い格好しとるなみたいな、そんなあれじゃない。まだこんなこと言うんだと思って、なんでじゃあ上京しなかったんだろうっていうのはもうすごい不思議だよ。まだこう東京に未練タラタラじゃんみたいな。でなんなら種にも結構未練タラタラなんだよ。こんなところでなんか東京じゃねえだろうみたいな感じじゃん、これ。もう寂しいことになっちゃったなっていう 1,2 年のことなんだよ。ここまで落ちたのかっていう。ほいでもう血吐いてあかんとなってきて、最後に描くのはねやっぱり海だったんだよね。これまあ悪くないんですよ、悪くないんだけどさ、写生ですよ、ね。ほいで最後に描いた絶筆も海なんですよ、朝日というね。これはもう本当に写生なんですよ。かつて青木茂はその黒田清輝に僕がやろうとしていた構想画というものを見事に実現した画家だって評価されたわけじゃない。本人も絵というものにはね想知義が必要だっていうわけ。想はあの思うという字ね、空想の想ね、発想だよね、発想。海の幸ではねその想がうまくいったと。で知っていうのはいろいろなこう、まあ、知識とか、まあ、背景とかそういうのだよね。でこの和田摘の色好み屋ではその古事記の物語とか、そういう、まあ、知識を生かしてうまくいけたと。
それで技はまあ技術だよね、うん、技術についてはまあ未だ研鑽中であるみたいなことをかつて自分で書いてるんだよ、うん、最後にはもう技術だけの写生に戻っちゃった、うん、もうすっぱだかになっちゃったんだよこの人、うん、1910年の11月に、まあ、大病に喀血して、で福岡医大病院に運ばれるんだけど、病床に空きないからって言って、まあ、の町の松浦病院っていうところに入院して、そのまま1911年の3月25日に28歳で亡くなるっていう。すごいでしょ、4年でゴーン行って4年でゴーン落ちてですよ、こんな人生ですよ。枕の下にね、火葬台ぐらいは残しておきますのでね、遺体焼いた灰はふるさと久留米の高良山の奥のけしけし山の松の木の根元に埋めてくださりたく候って遺書書いて、筑紫平野をそこから眺めていたいっつって死んでいったですよ。奥さんの、まあ、この種さん、はい、この人はですね、だからこの中島さんは種の方が見切りをつけたって、うん、まあ、これをまた物語るかのように、まだ青木しげるが生きている頃、1910年の7月24日にあの片木のサラリーマンと結婚して主婦になって83歳まで生きて、うん、問題はこの子ですよ、うん、はい、でこの子はね、やっぱりね、連れていくことができなかったですね、うん、でこの子はだから福田家にこの種の弟として入籍、あのマネの、マネの子供みたいなパターンですよ、弟として入籍して福田家で育てられるんですよ、福田幸彦として。この子が後に福田乱道という名で尺八奏者と兼作曲家として有名になるんですよ。俺もさすが知らないんだけど、ラジオの笛吹き童子のオープニング曲とか作った人らしいんだけど、でもその福田乱道はそれ以上に何で有名かっていうと、1934年に麻雀賭博と結婚詐欺で捕まってるんだけど、結婚詐欺を7件もやってたらしくて、当時乱道っていうのが結婚詐欺の代名詞になってたんだって、なんとか乱道っていう。この人はそれもそうなんだけど、俺たちの世代にとってはその福田乱道って何で有名かっていうと、クレイジーキャッツはわかる？コミカルバンドの元祖ですよ、うん、ドリフなんかのさらに前ですよ、うん、植木ひとしさんとか花はじめさんとか、うん、いた。そのクレイジーキャッツの石橋英太郎さんのお父さんなんだよ、これ福田乱道。石橋英太郎さんは要するに青木しげるの孫なんだよ。青木しげるの孫として有名だったんで、石橋英太郎さんは。でこの福田乱道はとにかく遊び人だから、釣りとか漁にもうまいのね。それで渋谷に産業堂っていう、3つの漁師のほらって書いた産業堂っていう店を、会員制の店を出してて、それがね、乱道が死んだ後石橋英太郎さんが継いで、はい、それで石橋英太郎さん亡くなった後も奥さんやなんかが継いで、はい、であの渋谷の再開発でビル壊されたんだけど移転してまだ営業してるよ、食べログとかにも載ってるよ、ちゃんと産業堂。すごい、青木茂の直系の子孫が今もほら海の幸を提供してるんだよ、文字通り産業堂で。この海の幸を書いた時にこの種と結ばれて2枚の十分ですよ、この間ですよ、青木しげるが良かったのは、はい、わだつみの色好み屋を書いた時までこう一緒に暮らして子供もできて、これで別れて以来ドーンですよ。やっぱり青木しげるにとってはこの人が運命の女だったんじゃないですか。この人と別れたのが運の尽きだったと。それを考えるにもやっぱり、いや、青木しげるが捨てたというよりもこの人に愛想を尽かされたのかもしれないなっていうね、あの青木しげると中の書いた中島さんの説はなかなか説得力があるなというふうに思いました、うん、和田はどう思う、うん、どっちが捨てたのこれ。でも種さんじゃないですか、ね、やっぱりそう思う、捨てる理由が多すぎて。でも捨てる理由が多いのは
今に始まったことじゃないっていうのもあるんだけどね。確かに子供が生まれてみればっていうのもあったんじゃないかなとは俺も思うよ。それで知ってたしね、ほら田舎のさ兄弟やなんかはさ白馬会社を取ったからさ、もう東京で大画家として裕福な暮らししてると思って出てきたじゃない、うん、だけどそんなちょっと賞を取ったぐらいじゃ全然食えないっていうことを種は知ってるからね、うん、あんた海の産地でも取れなかったじゃんと、でしかも結局これ売れなかったじゃんみたいな、うん、これがもうまるでこれで一等取ってそれで一夜にして大金持ちになるようなこと言ってるけど、そんなことはないよっていうのは知ってるよね、うん、種は ね現実を、うん、そう考えるといろいろ今まで疑問だったことがみんな合点がいくんだよ、うん、おかしいもん、そうじゃなきゃ、うん、いきなり唐突にさ離婚を発表してくださいっていうのもおかしいしさ、はい、後になってさ我をもてあそんだ悪い女みたいなこといつもぐだぐだ言うのもおかしいしさ、うん、実は種に捨てられていたと考えれば全てにおいて合点がいくというそういう話でございました、はい、和田さんも気をつけてくださいね、はい、見切るときは早めに見切りをつけた方がさっぱりしてますよ、種はその後そうですね